犯罪や非行をした人の更生や社会復帰を応援する共生支援官にお笑い芸人のゴルゴ松本さんが選ばれ、昨日法務省で委嘱式が行われました。ゴルゴ松本さんはこれまでボランティアで少年院や刑務所の慰問を続けてきました。昨日法務省でゴルゴさんに共生支援官の委嘱状が渡されました。共生支援官は犯罪や非行した人の更生や社会復帰を支援する目的で、これまでも10人以上の歌手や芸能人らに委嘱していて、EXILE の ATSUSHI さんや元 AKB48 の高橋みなみさんらも共生支援官として活動しています。これからも続けられる限り、足腰が立つ限りやります。いやもうありがとうございます、はい、お世話になります。本当にね、任期は2年で、今後は少年院での講演などを通じて支援していく予定だということです、はい。